ウクライナ情勢に伴う物価の高騰対策などを盛り込んだ補正予算案が自民党公明党国民民主党の賛成多数で可決され衆議院を通過しました補正予算案は総額およそ2兆7000億円で 灯油やガソリン価格を抑えるための補助金や、緊急経済対策の一部に充てた。予備費の積み増しに必要な費用などが計上されています。来週三十日、三十一日の二日間、参議院の予算委員会で審議された後に成立する見通しです。